じゃあ、ツイーンです。1、2、3、4、ゴードンでーす。どうも、イカリングでーす。はい、というわけで本日はですね、はい、なんと特別な日でございます。いや今からあのプリットチャンネルさんから、お団子さんが僕だけで遊びに行きます。挨拶後取りなんですけどそれ一旦置いといてね、はい、プリットチャンネルのお団子さんがね、ツルツルハウスに来ていただけるということで、せっかくだからお団子さんとしか撮れない動画撮りたいなと思っていろいろ考えたんですけど、お団子さんって芸人さんなんですよ。でなかなか知り合いに芸人さんいないじゃないですか。いないですね。だからこれいい機会だと思って、本日の企画、芸人さんに俺らの大喜利採点してもらおう。というわけでですね、僕らが大喜利をしてプロの芸人のお団子さんこう採点してもらって、うん、ダメなとこ見つけようという企画でございます。本当じゃない？でも実はこれお団子さんへのブラ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 ドッキリなんです。僕らの大喜利の出す答えが全部一本グランプリで一本取った回答だったら、お団子さんはどんな話する中でございます。地獄やということで、僕いろいろ調べまくって一本グランプリで一本取った回答、要するにもう満点なわけですよ。もうプロの芸人さんが満点の回答を出したやつをまとめてきたんで、もう僕らはそれを見ながら書くだけです。お団子さんにはね、5点満点で採点してもらうんですけど、まあ、だからこれ1点とか2点だとちょっとヤバい雰囲気になりますね。というわけで早速、お団子さんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。にゃー。プリットチャンネル、ハローお客でーす。あの、名古屋市の西原万太さんに来ていただきました。すごい、芸人の時からファンなんです。死ぬほど売れてないんですよお団子さん、今おっしゃった通り芸人さんじゃないですか。うん、まあまあそうね。で芸人さんといったら大喜利だと思うんですよ。で僕、まあいろいろ考えたんですよ。お団子さんと大喜利やろうかとかね、考えたんですけど、お団子さんが大喜利面白くなるの確定なんですよ。まあそうだって、まあ、叶わないよね、プロですから。だから今回はもう素人が大喜利するんで、それも的確に採点してもらいたいと思います。いいんですかこんな僕で点数。いやいや、でもプロのお笑い芸人さんですからね。やめてから名古屋来ればよかったこんな感じで1、2と あともう1つあるんですけど、はい、3つあるんで、はい。というわけでじゃあ早速も1つ目のお題いきますか。ゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。無茶なことなんです、大喜利って。だって面白いこと言えっていうことですからね。そんなもう無茶ぶりないですよ。じゃあちょっと僕言っていいですか。早っ。ゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。ガバイ砂のばあちゃん。あー上手。もう4 4ですよ。すごい、すごい、本当に出てるガバイばあちゃんと。はい、そうです。砂掛けばば、すごい上手、トップバッター。じゃあ続いただきます。いいですか。じゃあゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。はい、妖怪ビンビン物語それと昔のドラマのね。ああ、そうですね。2でこれはちょっと僕がダメです。ちょっとまあ一瞬下ネタかなと思う、思っちゃうし、昔のね、田原正彦さんの、だからそれ分からない人もいるかもというので、ちょっとね、まあまあまあ、そうか、もう順番的に出すよ。ゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。僕が愛した女たち。妖怪をね、女って読む。これももう読んでじゃん。上手ですね。ちょっと負けてられるな。じゃあちょっと僕言ってみます。ゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。ZZZ。ゲゲゲね。ゲゲゲで。ちょっと、あ、それも説明あったらよ。ああやった。じゃあこれ。ああいけんだ。いけんだ。ゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。はい、ゲゲゲ気分でクリスタル。ちょっとずっとよく分かんなかった。でも面白いんだよ。おお。じゃあちょっと行きます。行きます。負けてらんない。ゲゲゲの鬼太郎が自伝を出版、そのタイトルとは。渡る世間は人ばかり。鬼じゃなくて人ばかり。これは、どういう意味で。妖怪だから。妖怪は人の方が鬼なんだ。全然説明をしないんで1。自らの説明。じゃあちょっとお題変えます。あ、ボンちゃん、お前は〇〇か。絶対に誰も言ったことがない例えをしてください。うおー、めっちゃむずいよ。はい、お前は〇〇か。絶対に誰も言ったことがない例えをしてください。お前クジラでウォシュレットか。それ自体面白いです。ただ僕が一回言ったかもしれません。え、なんか持ってた人だ。ああ、人生の中で一回。なあそれ。次僕言っていいですか。お、言っちゃいましょう。お前は丸丸か。絶対に誰も言ったことがない例えをしてください。千と千尋のインティライミか。
ですよ。いやー、いいですか。お、いきます。お前は〇〇か、絶対に誰も言ったことがない例えをしてください。お、犬使って戦う敵か。お前は犬使って戦う敵か。なんと意味をちょっとじゃあねえ、こ絶対に言ったことない例えで戦う説明が欲しくなっちゃいますね、どうしても。意味が分かんないとね。どうしよう、俺いっちゃおうかな。お、いく。お前は〇〇か、絶対に誰も言ったことがない例えをしてください。お前は喋るお頭か。こんにちは、挨拶してます。喋るってことはちょうどさん。あー、じゃあちょっといきますね。 お、 すか。お前は〇〇か、絶対に誰も言ったことがない例えをしてください。お前アットホームですか。よっ。おお、意味もね、よくは分かんないけど、いいんじゃないですか。おお、じゃあちょっとお題変えますか。もちゃん、続いての問題。お、バスの降車ボタンを7回連打すると何が起きる。おー、7回っていうのがポイントなんだろうな。あれね、降りるとこじゃなくても押したくなっちゃいますね。はい、はい、あ、バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。次しばきます。次止まりますね。いや面白いですよ。次止まりますいいんじゃないでしょうか。分かりやすいしシンプル。ボタン、やったいいですね。トーンもいいね、低いトーン。嬉しい。はい、じゃあ次は私行きましょうか。行きましょう。バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。母困る。子供がやっちゃったのかな。お母さんが怒ってます。ボタン。この流れでちょっと行きますね。バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。運転手が帽子を逆にかぶり本気を出す。怒ってるのかな、やっぱり。じゃあ4。うわー。じゃあちょっと僕行きます。はい、バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。パカッと割れて、もう一個ボタンが出る。7回連打したらね、8はダメなんだ。パカッと割れて。はい、はい、バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。こいが始まる。愛してるのサインみたいね。いいじゃないですか。わかりやすい。はい、ちょっと行きます。お、行きますか。バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。病院の前で降ろされる。うまい。これは上手。うまい。5点。うわ、5出た。よし、これいいですね。あの、上質な答え。おー、はい、というわけで3問ね、お題が終わったんですけど、どうでした。すごい上手だし、わかりやすいし。19、20歳でしょ。すごいよ、第7世代お笑い。え、本当にそんな感じした。すごい。いや、まあまあそうですよね。レベル高いよ。一本グランプリ丸パクリしてますからね。え、というわけで本日は大喜利の回答。やばい、プロの回答の大喜利。やばい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 、何だったことですか。やばいじゃん。すべて一本グランプリで一本取った回答でございます。やりやがったなこいつら。まさか説明がなかったからこれどういうことって。本人じゃないからだ。僕らも知らないですもん。昔のなんかビンビンとか、あれ教師ビンビン物語ですよね。そうだね。何それ。まあでもせっかく来ていただいてるし、ちょっと僕らのまあまあ僕ら側が採点します。ちょっとお団子さんが、まあプロの芸人、あんだけやっぱね売れてる芸人さんの回答にやっぱ1とか2とか出してたなんで、そうですね。で最後ね、ピタッと。うーわ、いきました。はい、じゃあいきます。バスの降車ボタン7回連打すると何が起きる。押した瞬間にダダダダダってバスジャックハンが乗ってきて、おいお前ら7回押すなって。おすごい怒られちゃうんだからね。ウルルルルルルベロベロベロ、おう、うー、飛んでけ飛んでけ、おう、レッドボール翼を授けるぜ。おおおおしりおおしりおおしり。それでは採点に参ります。全部だよ、名古屋に来た努力とか全部。任せてください。お願いします。で行きます。せーの、1、バブー。1、バブー。1、3つあった。そもそも1、3つあった。1人に1個全員1。はい、というわけで今回の企画どうだったでしょうか。面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうでした、やられたって感じですか。こんな面白い答え確かにするわけないと思った。それもひどいっすけどね。けど面白いと思ったの多かったもんね、俺がね。え、でも1とか2も出してた。1とか2は本当に許してください。いや、でも最後すごい、もうお尻が面白すぎて、もう本当にもう腹よじれるかと思った。誰も表情筋一つも動かしてないよ。ゴードン君のか俺見れなかったんだ。絶対に怖かった。終わりです。プリットチャンネルの
ャンネル登録もお願いします。みんなしてると思いますけどね。ぜひよろしくお願いします。じゃあ最後、あれいきますか。バイバイ一発ギャグで。やりますか。はい。バイバイ一発ギャグね。はい。両脇、両脇から。毛虫の親分、毛虫の親分くっついた。おお、バイバイバイ、バイバイ、バイバイの元祖、毛虫の親分。レッドブルスマサを授ける。